『新平家物語第』第648回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城治彦です。夕咲の花先に戦犯として鎌倉へ召喚された宗盛重衡などは前後して首切られたが都のうちにはなお未処刑のまま置かれている平家人が少なくない。しかしか 鎌倉の方針がそれら残余の戦犯に寛大なのでは決してなかったやがて次々に召喚して平家系の血の根絶を期していたのは言うまでもない当然平大納言と北田の三重も次の鎌倉召喚の番が回ってくる順であったがそれには彼の内容の功もあるし 院の下し踏みのうちにもしばしば「仁義の無事はひとえに兵大納言と義経とが相計っての功によると見え後白河のそれとなきおかばいが分かっていたのでさすが頼朝も英慮にこうしてまでは兵大納言を召し下せとも言えずそのための宣言にほかならなかったところで 当の兵大納言時忠は四国官官たる毎日をその夕書に送ってい,い、今宵も着手の讃岐の中条時實と帰りを区別つつ夏の夜を走りしていた。のう時實、つい昨日の壇の浦も、こうしていると遠い遠い昔のような気はせぬか。さっきから私も、 壇の浦の波間に果てた亡き数やら海の極みへ消えていった人々のお行方などまでふと考え出されたりしてはかないな人の世はそれにせよもう何か風の頼りでもありそうなものですがいやいやその世幾重かの平家船が壇の浦から落ちていったとも落ちぬとも 世間には定かでないように、以後の便りも後を絶っている方が吉兆であろう。まずは無事に第二の地上へ落ち着き保うたものと思われる。なるほど、もし南海のどこかでご先祖を阻まれたものなら、たちまちこの都へも風文が聞こえてくるはず、それのないのはかえって良いお便りなのかもしれません。 勇所というには、ここはあまりに広大な館であった。後白河の亡き記載の宮、賢春門院のおられた跡なのである。時忠は、その皇后の宮の兄だった。だから彼にすれば、亡き妹の家へ押し込められた形に過ぎない。だが、この一時でも後白河の庇護はかなり積極的だったことがわかる。 もちろん鎌倉の手前門は限界の中に置かれていたしかし万の武者は義経の部下である密そかには出入りも自由だったいやその秘密をかばうための警護と言った方が正しいかもわからないいずれにせよここの生活はいわゆる勇所のメシウドとはおよそ違う時忠には悠々自適の環境であった 妻の卒の坪根も嫡子の時真も一つにいたまた時真の弟う大弁時宗だの叔父の妻匠時光だのの近親者も常に訪ねてきた分けて娘の夕花は長い間弟の近宗の家に預けられていたがもう父母のそばを朝夕離れもしなかった今も 父時忠と時真が釣り殿の炭苑に走りしている様子を見彼女は潮気につけた桜の花を左右の湾に浮かせてそそと運んできそのまま父と兄の話をじっとほかげの横で聞いていた時に今日お尋ねくだすった行武卿頼ね殿は何かお父上におないざたのことでもお伝えに見えたのでございますかいや それほどのことではない。相変わらずなお見舞い。それと、世上をん憤んな噂話など。法官殿の近頃の極境については。それは聞いた。また、大井の殿の死にぶりも聞かされた。良い話は一つもない。案じられますな。どうなりましょう。何がよ、時座ね 頼みとする法官殿が互歓喜を受け所領24箇所を召し上げられるような不守備さではああ法官殿と戦前に取り交わした政治もこの分では空文にキスしかあるまい鎌倉との約束ではないのだからではお父上の口中もついに水の泡でしょうか平家の後々のため恥を忍んでの極心も おぼつかなない望みとなったのさても是非ない成り行き。聞けば方眼殿の家来が不穏なことに出たとかいなとかそんな取り沙もある折も折今席梶原景時がにわかに宿所を引き払って鎌倉へ下りましたゆえなお噂に輪をかけておりますが急に梶原が鎌倉へ帰ったとはい。 それはよくない前触れだな。また鎌倉へ彼の告げ口をもたらされると、院や堀川へ関東の圧力が覆いかかってまいりましょう。ひいては我が家の上へも。我らは敗者、覚悟はしておる。が気の毒なのは方眼殿だ。勝者の側にありながら。しかも主君の大将軍が。 悪くすると勝者の負からは締め出され手下の部下はが演説ずいやおうなき反逆の弓を兄へ引くなきに至るかもしれぬいやそうなるように頼朝は恋に仕向けているらしい梶原の残言と聞き及びますがいや違う時忠ははっきり首を振った王手はいぬが頼朝は天聖の政略の器だ 鎌倉の今日あるは偶然ではない。なんで一梶原の残祖などを本心から取り上げよう。だが梶原の残と世上に言わせておく方が頼朝自身には都合がよい。はあ、そう伺えば頼朝ほどな男、何もかも知っての上じゃよ。でなお兄思いな方眼殿が哀れに見える。 と言うて打たれぬ前に先手を打てそして兄頼朝へ弓を引けとは進めもならぬしそこまで険しい事態になりゆくでしょうかああ果てしのないものだ人間の具は時忠は笑いたいような顔をした。 平家の発祥からその終わりまでを生涯に見てきた彼の年輪と長い間の政治的経歴がそうつぶやかせたものだろうすでに勝者の負から起こりつつある勝者同士の相国が彼の目には見えていた言うならば平家を滅ぼした彼らがまさに平家の鉄を踏んでいるのだざまを見ろと言ってやりたいようなものであるだが これが自分もくるめた人間の姿だったと考え及ぶと時忠ほどな男も業の宿命に裏悲しくなったそしてほとほと人間が嫌になった「はお父上妹が夕花が時實に注意されて時忠はふと後ろを見た巣の影の食材と並んで姫の夕花が小内木の袖で顔を隠していた」 彼女がなぜ泣くのか父と兄の話をなぜそんなに悲しむのか聞かないでも二人には分かりすぎるほど分かっていた夕花は近く吉日を選んで義経の室へ入ることになっていたその内訳は4月末義経が仁義を奉じて凱旋した直後にもういない取り結ばれていたのである 凱旋早々の遠座は義でも武君閣格,格たる身を長屋の万世と祝杯に囲まれてい,いまさか鎌倉の態度が一瞬の間に降下し兄頼朝の歓喜が降ってはこうなどとは彼も他人も無双さえしていなかったその頃のある一遊ぜひ夕花を側室へもらっていただきたい深い司祭は何もないのですが姫は あなたのそばへ貸し付くことを生涯の望みとしているらしいのでとの内輪話が義経にあった座には時忠夫妻から嫡男の時真、ね、親戚の時光近宗などもいたのであるその晩は 時ただの優勝がここと決まってボ亡の別離以来親子兄弟親戚などが平家都落ちの日から足掛け3年ぶりでともあれ一つ屋に返したことなので内々の荘園を張り院の謹慎34名も忍んで見え義経も招かれていたのだった。 客の大遥をはじめ院中の事情に通じている人々もそれはふさわしいご縁おそらく院のお胸にかなう良縁かと存ぜられるもし時が時なら女吾皇位にも上られるべき大納言家の姫君宝眼殿と,のとてご不足ではあるまいと皆勧めた善と華やかな凱旋将軍と見られていた義経へおもねる気もあったろう が事実後白河をはじめ院中の人気は当時その人たちの言うようなものだった時忠一家の考えにしてもそうである義経を待つ明日の暗い運命などはまだこの時は夢にも思いようがなかったこの人の助言によって寛大な処分が取られ国債の減命などはバンバンあるまいとどこか休んじていたのである 従って、夕花を義経に目合わせておくことは将来の策だし、院中への繁栄もいいのではないか。また、何よりは姫自身がそれを望んでいるしという考えであったのだ。真相の姫が無人の質へ貸し付くなどいかがであろうか、案じられるが、もし姫さえお嫌でなくば、義経に依存はありませんいや、願うてもないこと。 と義経は少しし顔を赤めて承諾した。席に夕花はいなかったけれどその意味もあってか何かと折々美しい姿を見せてはまた奥へ消えたその都度、人知れず彼女のまぶしげな瞳は義経の方を見義経は彼女の瞳を捉えてその後ろ姿をなお目で追った。 夕花姫の牢やかな姿に惹かれたばかりではない。彼には忘れえぬ思い出があった。おそらく姫も同じなのではないかと彼は思った。あれはもう五、六年ほど前。平家は夜盛りの絶頂だった。 父新宮十郎幸家が黒幕となり、片田の子族をラッパに用い、夜ごと落中かく乱に跳躍させて、平家地家の人心を不安の局に陥れたことがある。当時、平関白とあだ名のあった時忠は、ケビ医氏の別当であり、辣腕の聞こえがあった。やがて、おじ幸家の一子も、片田家の大事な着子も、辛辣なケビ医氏の謙虚に遭い、ことごとく投獄された。 若干の義経は叔父や肩だけの悲しみを見かねて、わしに一策がある、必ず獄中の人々を助け出して取らせると、単身、ケビ医氏の別当、時忠の屋敷へ訪れていったのだった。義経は時忠と出会い、一通の起請文を彼に示して、獄中のものを解き放してくれるなら、落中のかく乱をやめ、大江境の山菜も自らの手で焼き払おうと申し出た。 時田田はその交換条件を飲んだ。なぜ飲んだか当時永山にも源氏に組みしてみつみつ落中かく乱を助けている一部大衆の動きがありそれを看破していたからであるそれと単身孤高に入ってきた若干義経の息を愛してのことでもあった。 が伝え聞いた一門の金立ち分けて能登守紀常などの荒金立ちの不平は高い不穏な動きさえ見せたそれらをも威ぶして時忠は以後恩国へ去るという義経のため一雄の別縁さえ設けてくれたつ常らの荒金立ちはその晩義経の帰路を待って打ち殺そうと図った危なかったが 門を実際そっと知らせてくれた人があるそれが夕花だった彼女は自分の女房衣を義経にかずかせて別な喜怒から義経を落としてやった親の時ただの呉福な処置と行為それと夕花の優しい吉と情けを以後義経は折々に思い出す恩として忘れずにいる屋島でも壇ノ浦でも 敵の中ににはは時ただ殿がいいるという意識は常に離れなかったやがて桜間之助を通じ時忠の内容の役を入れ高官として重大な役情を与えたのも全くそうした救援もあっての結びつきだったいや救援に報う心も含まれていたのである。 したがって凱旋後に「姫を側室に」という時忠一家の申し入れは義経に唐突とも聞こえなかったしまた拒む気にもなれなかった「良い日を見て」とむしろ嬉しく承諾したほどだったところが逆運は数日後に来た凱旋の祝福は鎌倉の牙に変わった 万世を謳われていた義経の紅葉は一夜に転落の闇へ葬られた。同時に時忠一家の運命も変わらざるを得ないだろう。刻々ここへも不安は忍び寄っている。一寸先は闇というが、こうも何から何まで信じられぬようか。さすがの時忠でさえ、ふと遠征的な端を漏らした。ただわずかに人はどうあれ。 自分はなすべきことを成したいつこの世にいとましようと悔いはないとして一人慰めかつ覚悟の体だったけれど今も夕花の忍びなく姿など知ると彼の親心は安泰となった流亡の数年親とも別れていたため姫は人並み以上な容姿でいながら今期にも遅れている 火炎が結ばれたと思えば、その人の上に降って湧いたような対難である。その義経の立場は今、新たな霊人を室に迎えるどころではない。けれど夕花は思い詰めている。まだ本当には今儀も遂げていず、寝合い入りの祝いも遂げていなかったが、ひそかにはもう義経を妻と見て、その日を待ち焦がれている様子だった。それが、 親心にはいじららしくてならなかった兄の時真の目にもかわいそうな妹と見えてつらかった。しかも現状では日増しに痩せてゆくばかりな夕花の思いを親も兄もどうしてやることもできないので 視覚ですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ